マルタ十字を採用したバミューダ連隊のバッジや赤いマルタ十字の化身が押されたペニーブラックマルタ十字はキリスト教の騎士修道会である西洋派騎士団の象徴とされる。元来は11世紀のイタリアの小共和国であるアマルフィの象徴であった。マルタ十字は4つの V 型をした紋章がその底部で結合した形をしており、突き出た8つの角を持つ。この意象は第1回十字軍の頃からある十字のシンボルに基づいたものである。8つの角は騎士道における以下の8つの美徳を象徴しているとされる。マルタ十字は現在でもマルタ騎士団などの組織の象徴として使われている。また、近世以降、ヨーロッパでは、勲章のデザインに多く採用されており、有名なものでは、ドイツのプールルメリット勲章がある。また、ドイツでは、メクレンブルクシュトレリッツ軍の紋章にも使われている。マルタ共和国の国のシンボルの一つでもあり、廃止前のに見る効果に描かれていた。マルタで2008年1月に導入された1ユーロ、及び2ユーロ硬貨の裏には、マルタ十字が描かれている。イギリスでは、マルタ十字がライフル連隊の紋章として使われており、ロイヤルグリーンジャケッツ等ほぼすべてのライフル連隊の記章に取り入れられていた。1840年代に世界初の切手が発行された際、化身のマークとしてマルタ十字の形が使われた。また、バス勲章の意匠の元にもなっている。スウェーデンでは、セラフィム勲章やケン勲章といった王室が贈る、すべての勲章において、その意匠の基本となっている。また、オーストラリアでは、クイーンズランド州の州章の一部にもなっている。他には、聖ラザロ騎士団の紋章や、ウォリス・フツナの旗にも使われている。スイスの時計メーカーバシュロン・コンスタンタンは、部品の形状が、マルタ十字に似ていたことにちなみ、マルタ十字を、シンボルマークとして商標登録しており、文字盤やリューズ、ラグなどに用いている。他の十字記号のうち、外に向かって広がっていく棒を持つ者が誤って、マルタ十字と呼ばれることがある。消防隊の聖フロリアヌス十字は、マルタ十字としばしば混同される。マルタの国旗に描かれているのは、1942年にジョージ6世がマルタに授与した。ジョージクロスであり、マルタ十字とは異なるものである。アメリカ船王はその花弁の形が似ているため、英語でマルティーズクロスと呼ばれる。機械工学において、連続的な回転を断続的な回転動作に変換する機構である、ゼネバ機構もまた、その形状から、マルティーズクロスメカニズムと呼ばれることがある。ピッグペン暗号の派生が、テンプル騎士団で使用された。ありがとうございます。